こんにちは、進行です。僧侶がグッときた言葉、今回ご紹介するのは猿で Walk This Way。 だからこのまま猿さんはたびたびご紹介してますよね。 In My Life っていう曲は通常版とリミックス版も両方ご紹介していますし、その前には Saint という曲もご紹介しています。88年生まれ、北海道出身で LDH の方に所属しているラッパーですね。まあご存知のように独特の力の抜けたフローと個性的な声とね、あとはそのそういったひょうひょうとした感じとは裏腹にすごく壮絶ないろんな別れを経験したりとかっていうところで、内側にはすごくこう怒りとか悲しみとかいろんな感情があると思うんですけど、作品はそんなにこう殺伐としたものではなくて、どちらかというと癒しっていうと違うんですけど、ちょっとこう穏やかに聴けるものが多いかなという印象があって、時々曲を聴いています。で、今回ご紹介する Walk This Way という曲は2017年に出た Indigo っていうアルバムに入っている曲で、このアルバムにはライフスタイルっていうね、菅AK神さんと D.O. さんがフィーチャリングで入った曲とかもそうなんですけど、かなり人気だったんじゃないですかね、確か。で、今回ご紹介するこの Walk This Way がどんな曲かというと、まあ、簡単に言うと連れ添って歩いていた恋人と別れてしまって、自分はこの道を一人で歩いていく、失恋ソングとはまた違ったニュアンスがある曲だなというふうに思ってます。まあもちろんね、君がいないとダメみたいだっていうふうに曲が終わっていくっていう部分もあったりして、決してね、悲しくもない、なんとも後悔も何もないっていうわけじゃなくて、散々かけた迷惑も戻れないのさ、Day One っていう。なんか要するに自分の悪かったところも自覚してるし、そうやってこう、自分が相手に離れていく理由を作った部分は大いにあるなっていうところをこう、反省もしつつ、でもそのことの重大さというか自分の悪さみたいなものが分かるからこそ引き止められないし、二人で歩いていくはずだったこの道を自分は一人で歩いていくんだっていうことに対する、まあ吹っ切れたっていうのとは違う、現実として受け入れたみたいなところを描いた曲になっているので、まあ実体験かもしれないしね、それは違うかもしれないんですけど、自分一人の気持ちで成り立つものではない、相手がいてこそのものだからこそ、相手の立場に立って考えたならその道を一緒に歩くことはないんだろうなっていう感覚がね、なんか切なくもあり、すごく本当に相手のことを大切に思っているからこそのなんか言葉に感じられて、非常にいいなっていう部分がね、すごい要所要所に散りばめられてるんですけど、この曲を取り上げてみようと思ったのは、このチャンネルの動画って後半グッときた言葉以降だけのやつをさらに早送りしたものを今 TikTok の方にも投稿してて、で TikTok の方私あの全くフォロー人をフォローしていないんですけど、フォローしてないとこなんかおすすめみたいなところにバンバンいろんな動画が流れてくる中に、なんか占いみたいな動画いっぱいあるんですよ。いいと思った方のタロットを選んでみてねとか、復縁のなんとかとか、運命の人のみたいなとかでいろいろあって、その中でなんかこの動画の共有ボタン、 LINE で共有っていうのを押して、その何番目に来ている人はあなたと復縁できるかも、あなたのことを思っているかもみたいな、そんなにマーケティングに都合のいい占いあるかなとかちょっと思っちゃうんですけど、でもそこにはやっぱりもう切実な感じで誰々と復縁したいですみたいなコメントがバーってあるのを見て、いろんなことが思い通りになったり、いろんなことが便利になっているからこそ、人間関係の思い通りにならなさとか、人が離れていく別れていくっていうことのどうにもならなさみたいなものがより一層辛くなっている社会なのかなっていうふうにちょっと感じたんですよね。まあこれは、お別れだけに限らず、もう仏教では昔からずっと言っている四苦八苦っていうね、生老病死とかっていうところから全部含めてそうなんですけど、お金がなくてもできたりとか、大人じゃなくてもできることっていうのが昔よりずっと増えた反面、どれだけ社会が変わっても技術が進歩しても思い通りにならない出来事っていうものの辛さは多分比重がこう昔より増しているのかもしれないなっていう感覚があるんですよ。その中で一つね、愛別離苦っていう、愛着のある対象と別れるのは思い通りにならないっていう考え方があるんですけど、その部分に対してこの曲では、猿さんがすごくいい回答を一つ出しているなっていうふうに思ったので、今回はその部分をご紹介したいと思います。今回グッときた言葉はこちらの部分です。回り道もたくさんしちゃったけど、無駄なことなんて一つもないでしょ。はい、回り道もたくさんしちゃったけど無駄なことなんて一つもないでしょ。ここですね。この曲自体は
寂しいけどお別れしたっていうことを受け入れてる、受け入れざるを得ないっていう曲なので、振りを戻したいみたいなことは当然言わなくて、相手に対して、いるのが当たり前になった、支えてくれるのが当たり前になった、敬意を書いてしまったとかっていう、親しくなった中で大切な部分をこう書いてしまったなとか、迷惑をかけてしまったなとかっていう、そういう反省があるからこそ、もうその人とはやり直すことはできない、逆の立場になったらもう一回考えてくれとは言えないけど、そういう自分の失敗を一つこう回り道として捉えるなら、重要なことは Walk This Way っていう曲名にあるように、歩き続けていくこと、その道をちゃんと歩いていっていることが重要なんですよね。どんな辛い経験も無駄なことなんてないからとか、きっと人生のこう糧になるからみたいな言葉ってあると思うんですけど、無駄になったりしないのはその先を歩めて初めてなるんですよ。例えば僕なんかは坊さんになるとは思っていたけど、途中でダンスやったりとか、坊さんになること自体が嫌だって思った時代もあったし、なんでこんな家に生まれたんだろうと思った時代もあったんですよ。そういうものも全部含めて、傍から見たら最短距離を行ってないから、なんかそこの時間ってもったいなかったんじゃないかと思われるかもしれないけど、回り道の中で得たことや見たことや感じたことが今ここに生きてたりっていうことがたくさんあるので、曲としては恋愛とか人間関係っていう部分ですけど、そこだけに本当に限らないと思うので、なんて言うんですかね、今すぐに無駄にならないってことは言えないんですよ。糧になるとかじゃなくて、その先の生き方によって回り道っていうものが無駄じゃなかったなっていう風に思える日が来るっていう、愛着のある対象との別れっていうのは思い通りにならないんだけど、それを経験したからこそ気づけることや歩める道っていうものがあって、そこをしっかりと歩んでいくことで、反省も後悔も全部自分の糧となって、自分を支えてくれたり、自分がこれから出会う人を笑顔にすることにつながったり、まあ、サルさんはね、もう今結婚してますし、そういういくつもの別れっていうものの中で学んだことがきっと後に生きたりとか、今のサルさんを支えている部分ってきっとあるはずだし、多分それはラッパーに限らず、我々僧侶もそうだし、見ている皆さんも同じことだと思うんですよね。まあ当然ね、それこそ TikTok のそういう占いにでもすがりたいくらい別れっていうものを辛く感じるっていう経験も糧になる部分ってもしかしたら将来的にはあるかもしれないですよね。 TikTok の占いにすらすがってしまうほど大切な人に出会った、離れたくない人と出会っていたんだな自分はっていう、そんな風に思うことができていたんだなっていうことを後からね、誇りに思ってもいいかもしれないし、逆にそれくらい辛い思いをさせてしまう場合があるんだから、お別れっていうのはちゃんとこう納得のできるような形で自分から告げるときにはしなきゃいけないなとかね、いろんなこうそこから学ぶこと、別れの中から学んで、後にそれはもう無駄じゃなかったなっていう日が来るっていう部分、それはなんかこの Walk This Way っていうこの曲を聴いたときに僕がすごく受け取る印象としては大きかったですね。もうなんかね、最後はやっぱりこう頭で分かっちゃいるけど、やっぱり寂しい、君がいないとダメなんだっていう言い方はしているものの、なんかこう内省的な部分のこうすごく細かい描写ができるサルさんだからこその言葉なのかなとも思ったりしました。ということで今回はサルで Walk This Way から、回り道もたくさんしちゃったけど無駄なことなんて一つもないでしょという言葉をご紹介いたしました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、高評価ボタン等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。